よし、バイトしよう。注意。それでも言い方は続きをどうぞ。ということでバイトしようと思うんだけど、バイトするのか。アリスがお手伝い募集してるって言ってたから、行ってみたらどうだ。お手伝い？メイドとかかな？アリスのことだから、人を人形にする実験の手伝いとかだったり。アリスってそんな怖い人だったの？嘘。どうしよう、人形に改造されたら、ちゃんと一日三食食べさせてもらえるのかしら。そうだ、ゴルフをしよう。急にそんなこと言っても、道具ないでしょ。クラブならある。ボールもある。ゴルフすっか。ここがあの女の家ね。お邪魔するわよ。ふふ。マリサ人形が1体、2体、3体。よし、今日も変わりなく正常ね。マリサから聞いてメイドをやりに来た。異変が起きないからお金がなくて。言いにくいんだけど、メイドなんて頼んでないわよ。そんな。これからどうやって行っていけば？ミスティアの作戦はうまくやったか。問題ないうまくやった。これで幻想郷最強の霊夢を討ち取り、私たちが最強の座をいただく。一体どんなすごい作戦を。白霊神社に激辛プリンを置いてきた。これで霊夢はもがき苦しむ。地味だけど嫌な作戦だ。道具はあったから、あそこのリンゴを狙って撃ってみてよ。よっしゃ来い。一発で当ててみせる。ふん。ナイスショット。私にいい考えがあるわ。よし、それでいいわ。決断早いわね。それで、私が金持ちになれるいい考えって。そんなことは言ってないけど、マリサにこれを飲ませてくれたら、お賽銭入れてあげるわ。明らかに怪しいじゃない。そんなことないわよ。まあお賽銭が入るならなんだってするけど。あの薬には、体を小さくする効果がある。小さいマリサ。ふふ。この薬をマリサに飲ませればお金が。ブフ。マリサしかいないみたいだね。この際、マリサでもいい？いいんだ。暇だな。そういえば、霊夢が隠してたプリンがあったな。いただきます。食べた。これでマリサは終わりだ。うめえ。バカ舌だった。霊夢大丈夫。大丈夫。アリス、急成長した。気のせいじゃない？きっと頭を打ったせいで、光の屈折がしまった、霊夢が薬を飲んでしまった。なんだそういうことね、納得。アホでよかった。いやー、いいスイングだったね。この子が笹様にかかれば、当然のことだよ。あれ？砲塔がない。またなくしたの。こいついつもなくしてるな。ごめん。こんにちは、ナズッチ。こんにちは、どこかからの帰りですか？ちょっとアリスのとこに行ってたの。ところでなんか近くない？すみません。なぜか霊夢さんが小さく見えるので、距離のせいかと思って。ナズッペはアホね。私が小さく見えるのは、光の屈折がよ。なるほど。さすが霊夢さん、賢い。話は変わるんですが、砲塔見ませんでしたか？またなくしてしまったみたいで。よくなくすわね。私の勘によると。お腹すいたな。確かコウマ館でバーベキューしてるって聞いたわね。わかったわ、コウマ館よ。ありがとうございます、行ってみます。マリサただいま。おーやっと帰ってきたか。なんか小さくなったか。アリスのとこでなんやかんやあって、光の屈折がなんやかんやで、マリサが大きくなったのよ。私が大きくなったのか。待て霊夢、これは光の屈折のせいなんかじゃない。私が大きくなった原因に心当たりがある。心来てるの、どこどこ？霊夢が隠してたプリンを食べたんだ。今になって思うと、少し変な味がした気がする。多分そのプリンにでかくなる毒が。私のために毒にしてくれたのね。なんていい親友を持ったんだ。